教えてください。誰かを嫌うのもいじめになるんですか？先ほど登校してくる子供たちと会いましたが、皆あの事件を十分に反省し立ち直りつつあるようです。先生はどう思います？でも本気で喋ります。野口君、おはよう。すっげえムカつく。俺たち完璧反省者じゃん。ああやって俺たちのことネチに責めて楽しんでんだよ。野口の机を教室に戻されたそうですね。子供たちも相当不安がってるようなんですよ。お前が調子に乗らなきゃこんなことにはならなかったんだよ。じゃあ先生には嫌いな人はいないんですか？いない。生徒じゃなくて大人の中で嫌いな人っていないんですか？今までそういう人いなかったんですか？みんな間違ってる。大丈夫、そんなに弱くない。人を教えるって一体どうすればいいんでしょう？よかった、あいつ生きててくれて。強くなんかならなくていいんだ。人なんてみんな弱いんだから。